今から約200年弱、1800、2、30年代江戸の文化文政時代に上方の方、特に京都近隣ですね、ですから宮中の方の女官たちがお遊びで、今でいう趣味クラフトですかね、かんざしをやっぱり作るという形から始まっております。それで道具はやっぱり今ピンセットで作ってるんですけど、鉄の金具のピンセットないですから、当時多分竹でやったんだろうと、竹をそうピンセットのようにバネがありますから、それで起こして、それが結果として江戸の方にも伝わって、江戸の町屋のおかみさんとかお嬢さんたちが、まあ、作った。でもやっぱりほとんどかんざしをメインですね。今でヘアアクセサリー、ヘアオーナメントって言いますが、まあ、そういうものから出ております。かんざしがメインでしたから、今ですとやっぱり七五三、それから成人式、それに結婚式、この辺がメインなんです。残るとは思うんですけども、まあ、細々とあったねという形で終わっちゃうのが嫌だなと、5年10年後にもう一度このつまみ細工が一般的に社会で使われるようにしていこうと。それにやっぱり商売人より一般の人の方が違う形で使ってくれるんですね。だから私は簡単にライフスタイルやりたい、生活の中で使ってもらわないと。アクセサリーが原点ですけども、まあ、自分も男でこれつけてますけども、もうちょっと生活の中でラッピングでもいいし、何でも使えない、お部屋飾りでやったりいろんなものに使えるんで、そういうもう一度ものを作っていこう。そうするとかえって変な言葉じゃない、素人さんの方が、商売人じゃない方が豊かですから発想、まあ、その人たちに逆に反面教師で教えてもらおうと思ってやりました。